皆さんこんにちは、今回の EC でワーシップディレクターをしております市谷保佐奈と申します。今はオレゴン州にあるオレゴンステートユニバーシティでカイアルファキャンパスミニストリーズというアッセンブリーズオブゴッドのキャンパスミニストリーで留学生のための宣教師として働いています。前回の対面の EC2019 では、ワーシップリーダーとして奉仕させていただきましたが、今回は、そのワーシップチームの全体を統括し、サポートさせていただくディレクターとして、奉仕をしています。海外で救われた人にとってはもしかしたら今回が初めて日本語で賛美をして、メッセージを聞く機会になるかもしれませんけれども、本当に心から皆さんが賛美をできる環境を作り出すために精一杯頑張りたいと思っています。皆さん EC で会えるのを楽しみにしています。